こんにちは、プロスパージャパンです。こちらですね、東芝の、D-VR5 という機種になります。こちらはですね、VHS から DVD にダビングのできる機種です。機種になります。HDD はついておりません。はい、こちらですね、今テスト用の、こちらの DVD を再生しています。こちらですね、はい。こちらも画像乱れがなくてですね、鮮明に、映っております。作動には問題ないですね。リモコンはこちらになります。純正ですね。停止をします。ディスクを取り出します。でこちらですね、東芝の場合ですね、このリモコンの切り替えがあるので、VTR こちらのボタンを押すとですね、ランプがつきます、はい、VTR ですね。 DVD だと DVD のランプがつきます、はい、これちょっと、これが特徴ですね、はい、今 VHS に切り替えたので、テープを入れます。必ず真ん中を押してください。こちらですね、今テスト用のテープ、バグズライフの上映してます。こちらもですね、画像乱れがなく鮮明で問題ありません、はい。事前にですね、テストもしておりますし、本体の暖気運転は必ずしております。もう今季節的に暑いですが、必ずですね、コンセントを挿して電源ボタンオンの状態で1時間半か2時間は、そのままにしておいてください。暖気運転ですね、もう古い機種です、もう車もそうですけど、古くなるとですね、エンジンかけてすぐ空ぶかして走るような、人はあんまりいないと思いますが、オイル漏れの原因になったりして壊れますと一緒で、古いレコーダーも一緒です。急に暖気運転もしずですね、使用するとです、負荷がありますので、もういろんな電子部分にも中古である以上は年数も経ってますので、無理することは故障の原因になります。必ず、温めてからご使用してください、はい。テストは以上ですね。あと全体的にきれいにしてから出荷しますので、よろしくお願いします。